い、おはようございます。私はどこに行っているでしょうか。はい、そうですね、皆さんもご存知の通り畑に行こうと思います。本日はですね、ちょっとね、野菜なんですけど野菜にはならない、野菜で作る何かのために収穫をしに行こうと思います。はい、もう連日のね、わおわお、はい、連日の雨で畑がすごいことになってますね。あ、か、手袋忘れちゃった。手をまいっか。はい、今回はですね、こちらですね、じゃじゃん。はい、あ、はい、今回はですね、こちらを使ってですね、シソですね、シソさんがもう大きく育ってまいりました。で、シソを使ってあるものを作っていこうと思います。それではね、取っていきたいと思います。収穫レッツゴー。普通の大葉さん、大葉さんをね、取っていこうと思います。いい匂いです。ピチッとピチッと取っていきましょう。結構ね、いっぱい生えてくるんですよ、こやつも。下のね、この大きいのはね、もうダメなんですよ。ね、規格、ここは規格外でしょう。なりすぎちゃいました。はい、じゃあちゃんと、ね、取っていこうと思います。結構使うんですよ今回。なのでじゃんじゃんと取っていきたいと思います。多分ね、もうあの大きいやつがあったら葉っぱに栄養がなくなっちゃうので取ってみようかな。でも煮るので、煮るんですよ、煮るので、あのちょっと大きいのでもいけるかなと思います。一つの葉っぱでどれぐらい取れるのでしょうか。結構取れそうですね。結構取れそうですね。よいしょ、こんな感じでね、取っていこうと思います。取りすぎたら食べます。はい、みどりさん収穫できました。よいしょ。そして続きまして、赤色さんに参りたいと思います。赤は誰も登場らんの。何を？さやちゃんさっき自分で作ってからみんなに言うって言ったよ。美味しくできるかわからんけど。
味のなすびだ。その名前だ。取ってくれてね。ちょっと友達の帰り道用意よ。着替えなくちゃ。え？着替えなくちゃ。ミキ、うん、持ってかんねえ。帰り道ミキの方から帰って今日の水で用意。今？まだ。あれで昨日取ったのに全ばっかり。すごいわ。なあ。これ届かなかったもん。カラスやまだ。迷子になったね。これしそう。なんかどれ取ったらいいかわからんくなって。誰？ねえ、こんな大きいやつはいかんよね。はい、取れました。はい、取ってまいりました。こちらシソですね。シソとお砂糖とあとクエン酸なんですけど、クエン酸はちょっと常備しておりませんので、レモン、レモンでね作っていこうかなと思います。ではでは、こちらとはい、お砂糖さん、お砂糖さん、砂糖ね、めっちゃ使いますので、調べてみてください。いっぱいいろんなレシピが出てくるので、私も良さそうなレシピを持っておりますと言いつつ、キーバーバーのレシピです。よし、はい、こちらね、水が1カップ、入れていきます。だってね、で、煮詰めていきます。はい、では煮詰めていきましょう。はい、ではこちらですね、煮込んでいきたいと思います。でね、この煮込むのは歯の、色が変わるぐらいになったら終わりみたいなので、いろいろ見ながら、これは普通の大葉、これは赤じそ、ちょっとね見ながら煮込んでいこうと思います。砂糖をね下に入れちゃったので、ちょっと焦げないように気をつけていきたいと思います。それではタイムラプスでやりましょう。だいぶ煮詰まってきましたね。そしてそして、お菓子もない。で、葉っぱの色が変わってきたの分かりますかね。これがね、緑色になるまで煮詰めるんだって。なのでもう少し煮詰めていきます。
だいぶいい感じの色に、なってきましたね。よし、それではもう鍋から揚げていきたいと思います。はい、取っていきます。色が黒いね。これさ、最後に入れるって感じ。入れて、もういいでしょう。苦味が出ても嫌なので。はい、これをここに移します。熱っ。はい、よいしょ。感じで、これにね、クエン酸を入れます。はい、でこちらクエン酸の水溶液を作るみたいなんですけど、ちょっと抜いてもらって、大さじ1でいいのかな。どうやって溶くんですか。やったー。クエン酸このまま入れたらいかんのかな。さあ、まあだいたいいっぱいでしょう。で、1対1でいいかな。よいしょ。はい、これに入れます。あ、色が変わった。ほら、赤くなった。わかりますでしょうか。もういいよ。シソね、ちょっとね、茶色っぽかったんだけど、クエン酸を入れることで酸性に傾くのかな。で、めちゃくちゃ綺麗な色に変わりました。よし。でね、服とかにつくともうのかないので気をつけてください。えへー、はい、よいしょ。はい、こんな感じでね、出来上がりました。クエン酸じゃなくてシソジュース。はい、これをね、冷やして飲んでください。飲むときは、炭酸とか水割りでね、飲んでもらうととても美味しく飲めますので、ぜひぜひ皆さんもね、シソね、結構簡単に作れたので、ぜひ作っていただければなと思います。はーくん、これジュース飲んでみる。いらないの、美味しいよ。甘々ジュース。バイバイした。はい、じゃあママだけ飲みます。ママが作って飲んじゃおう。ちょっと入れます。これぐらいかな。ほんで、炭酸ね、入れます。ハルくんいいですか。混ぜ混ぜするけ、待ってね、ハルコ。オッケー？うん。よし。このまま飲みな。あ、ストローいる？ハルコ。よし。はい。結構ね、砂糖多めに入れたんですが、子供にはちょっと大人な味かもしれないので、お砂糖をね、増やしてあげたいとかして、飲んでみていただければなと思います、ね、いっぱいジュース作れるね、これで買えて、うん、ね、嬉しいね。はい、そんな感じで夏のシソジュース出来上がりました。みんなも飲んでみてね、うん、はい、じゃあ皆さん、バイバーイ。